も込みです。さて本日はこちらの関西クラクラクラブから動画ねたっぷりお届けしたいというふうに思うんですけども、今日はまたこの JWC のねアタックの中からちょっと紹介していきたいと思います。まあねやっぱりみんなが普段以上にめっちゃ考えて攻めるんでね、いいリプレイがたくさんあるんですよね。なんでちょっとまあ2回連続このアタックから出すっていうのもちょっとね自分的にはなんかゲーないなとか思ったんですけども、まあそれでも見てほしいなと思って、今日はですねスーパーボールブレイカーと、クイヒディアホグのコンビですね。でこれまでまあクイヒディアホグっていうとやっぱり、その島型っていうね壁のそので囲まれた区画が2つにこうセパレート分かれているような配置に対してめちゃくちゃ強いというのはまあ分かってたんですけども、スーパーボールブレイカーの登場によってもう何でもできる攻め方になっちゃったんですね。取れない村の方がもうないんじゃないかっていうレベルなんで、ちょっとそれをね今回見てほしいと思います。まずはこれ典型的な回廊ですよね。この回廊に対してキヨさんが取っていったアタックがまさにこのスーパーボールブレイカーを使っているんですけども、こいつですね、自分だったらねこれ多分イエティ使うと思うんですよ。スーパーボールブレイカーなかったら結構ねしっかりとボールブレイカーの数を積んで、例えばですよ、例えば、まあ、こんなところにこうね壁をこう開けるじゃないですか。でここも壁を開けて、でここにクイヒーを通していきますよね。こういう風にクイヒー今通ってますけども、クイーンを通していって、でこちら側にキングと、まあ、投下兵舎を通していって、まあ、両方をこうカットしますよね。でここからイエティを通したくなるわけですよ。こういう風にねこれですね、まさにこのサキペテさんが、どれぐらい前だろうな、1ヶ月ぐらい前か、動画でね、回廊配置の壊し方ということで、このパターンを紹介していて、これね、回廊が苦手な人には本当もう巧妙になったんじゃないかっていう、ものすごい、おそらく、界隈で拡散されてる動画になってると思うんですけども、まだ見てない人はね、ぜひ見てほしいんですが、まあ、それとまあ、同じような形で、序盤はね、キヨさんも作っているわけですね、こんな風にやって。なんですけども、ここから出すのが、ディガホグなんですね、イエティじゃなくって。で、まあ、これですね、なんでまあディガホグにしちゃうのかっていうと、まあまあ、多分、わけはないんですよ。キヨさん、ディガホグが単純に、得意な方なんですね。いつもクイヒディガホグ系の戦術で攻めてるんで、おそらくそのままこれでいったんだと思うんですが、まあ、本来、セオリーで言えば、おそらくこれは、イエティを使うところがセオリーだと、僕は思います。僕はね、はい、思うんですけども、逆になんでじゃあクイヒディアホグにしないのっていうと、忙しくなっちゃうんですね。この壁を開けたりとかするところ、特にこういうところですよね。こういうところ。この壁開けとかね。こういうところが割と、忙しくなってきちゃう。で、イエティの場合だったら結構、数がイエティいればゴリ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 時間気にせずにできちゃうんですけども、クイヒディアホグの場合って結構ディガーの足が遅いので、こんな風に最後ね、完全に遅れ取っちゃうわけですよ。なんで、序盤、パッパッとスピーディーにしていかないと、最後時間切れになってしまうと。で、そういう風にならないために壁開けとかをスムーズにやる。と考えると、まあ、スーパーボールブレイカーなかった場合、壁開けミスって終わっちゃうとかね、そういう焦りにつながってミスることが、まあ、多々あると思うんですよね。それ今回、まあ、キヨさん簡単にやったのは、スーパーボールブレイカーっていう、まあ、ユニットがいるので、まあ、壁開けが何の苦でもないと。で、おまけにこうなってくると、真ん中のね、この部分ありますね、ここ。もう別にジャンプも何も打つ必要もないし、っていうんで、すごいね、その壁の処理が楽なんですよね。まあ、ディガホグ使っちゃえばね、この真ん中のこの壁なんて無視できるも同然なんで。ということで、こんなね、典型的な回廊、まあ、本来ならイエティを使った方が、まあ、無難そうに見える、配置でも、通常のボールブレーカーだと、まあ、ちょっと、忙しくなって苦労するところが、スーパーボールブレーカーあるおかげで、もう簡単にこうね、穴開けていくことができちゃうということなんですね。穴開けてそこにユニットを流し込んでいくことができちゃうと。なんで、時間も気にせず、スピーディーにこう、型をつけることができるし、その上で、かつミスがなくなるというね、もう完全にこれだったら別に、イエティ使う必要ないかなっていうふうに思えちゃうような感じですよね。まあ、こんな風に、スーパーボールブレーカーを使うことによってですね、普段だったら、なんだ、このディガホグで、取れないような配置も、ディガホグ使いたい人にとっては、まあ、簡単に取れるようになると。まあ、いうことが言いたかったわけなんですけども、まあ、別にイエティも使えますよ、私っていう場合には、別にディガホグにこだわってもらう必要はないです。ただし、まあ、こんな風な取り方もできるようになっちゃうよってことですね。で、あともう一個これですね。この配置。私ね、これだったら絶対イエティでいきますね。この配置は。イエティで行くんですけども、今回はクイヒディガホグで行ってます。で、プラン的にはこの辺の一帯をクイヒでこう壊していってですね、クイヒで、壊していって、ディガホグをこっちからこう流していくって、まあそんなようなプランになるんですけども、これもそうですね、スーパーボールブレイカーがいるおかげで、
ここしっかりスーパーボールブレーカーでこのタウンホールまでの道穴が開きますよね、簡単に。クロスボウも結構あったり、あとは、ウィズドウもあったり、で、なかなかここにボールブレーカー投げ込むのは、うん、ちょっとね、クイーンの動きとも合わせると忙しくなって嫌なんですけども、まあ、スーパーボールブレーカーがいるおかげで何の苦労もなくいっちゃいますよね。で、あとはそのまま、クイーンがしっかりホール、あとはキング、ロイヤルチャンピオン、イーグル4ぐらいを叩いてくれるように、見守っていくということができるわけですね。で、まあ、そうでなかったですよ。そうでなかったら、僕はこの配置絶対に、こっちからイエティをこう流していきますね、ガンって。こうすることによって、星の延長前回ワンチャン狙っていくと。というふうに、まあ、してますね。この下側の6時、3時方面、この辺ですよね。まあ、おそらく、10日弊社とか、あとはバーバリアンキングを流せば綺麗に飛走できるので、あんまり雲なくイエティでいけるかなって気がするんですけどね。で、なんでじゃあね、これ私、クーヒディアホグにしたのっていうと、まあ、自分がクーヒディアホグよく使うからっていうのも、まあ、あるはあるんですけど、クラの仲間の存在がやっぱでかいんですね。初見でこれを攻めた方っていうのが、本当にね、やっぱクイヒディガフよくこれまた使う方だったんですよ。なんで、その攻め方で取るためにはどうしたらいいかって考えたんですね。で、そこから派生して、なぞりが始まり、もうほぼ時間だけの勝負ぐらいまでね、なぞりがうまく決まったんですね。なので、じゃあ、そこまでね、プランが出来上がってるんだったら、自分もクイヒディガフでいこうかなと、いうことを考えたわけですね。で、まあ、取り切ることができたと。ただ、やっぱりね、ここに、クイーンを当てていくと、こんな風にやっぱね、途中でやっぱ落とされちゃうんですよ。本来ここにクイーンを入れるっていうのは結構、鬼門なので、まあなんですけどもね、このヒーラーのスイッチっていうのも、まあディガヒ、僕のルート的におそらく問題なくできるなっていうのがまあ分かっちゃいたのでね、まあこんな風に、ヒーラーを最後まで、まあ最後までって言いながらちょっとやられちゃいましたけど、使ってね、なるべく、ヒーラーを無駄にさせないような形の、攻め方ができているというところになりますね。はい、ということで、まあ、これが取れたわけなんですけども、まあね、ちょっとね、一番最初にどんな風な攻めをしたかちょっと見てみましょうかね。こんな形で、あとは、まあ、お掃除タイムということなんですけどもね。やっぱりその、クイヒディガホグっていう戦術って、まあ、今までは割とね、島型配置を攻略するには適してたんですけども、こういったね、真四角系の施設が密集してる配置っていうのは、なかなかね、壁に対してボールブレーカー当てていくのが、まあ、事故る要素も含んでいるので苦労したんですけども、スーパーボールブレーカーが出たことによってそういうことまでできちゃうんですね。なんで、まあ、今までそのね、島型に対する、アタックの動画っていうのは私も過去何本か出してるんで、まあ、そちら見てもらえたらと思うんですけども、こんな風なね、島じゃないものに対しても使えるということを、まあ、本日は押さえておきながら、まあ、ちょっとね、少し時間も尺が余ってるっぽい気がするので、この辺のお話をしていきたいんですが、一番最初言ったのはこのシュンヤさんなんですね。ちょっと、リプレイに飛ぶ前に、ちょっとね、これか。まあ、なんで僕がクイヒディガホグやったかっていうと、これなんですね。まずその、シュンヤさんが一発目攻めて、まあ、これですよね。78%。で、ゴム星人さんが、なぞって 97%。で、まあ、こうバトンを繋いでいって、まあ、こう持ってったわけですね。まあ、これは自分がクイヒディガホグ得意だからできたっていう話でもありますけど、まあ、こんな風なね、ことで、バトンがなかったら、おそらく僕、これ、クイヒディガホグ絶対やんなかっただろうな、っていう風に思います。まあ、そのね、一番最初のバトンを、出してくれた、このシュンヤさんのアタックね、失敗しちゃったんですけども、この、序盤のね、ギガインフェルノあたりの処理っていうのがめちゃくちゃね、うまかったんで、そこ見てほしいという風に思います。アーチャークイーンを出していって、この辺までね、ほぼ私たちが、なぞったプラン通り、また同じことしてるんですけども、まあ、こんな感じですね。スーパーボールブレーカーでこの壁を開けるんですが、1個開いて2個出しちゃったんで、そのままギガインフェルノが起こっちゃったか、移動しちゃったんですよね。で、こうなったことによって、ものすごい火力がこれ集中しちゃってるんですよ。この3つからダメージクイーンが受けてるんで。で、援軍処理をしてる間に結構体力が削られてしまって、クロークがここで発動ということになってしまったという感じですね。フリーズかけて少し DPS を下げ、DPS のダメージパーセカンドですね。ダメージを下げてるんですけども、対ここにも打たれちゃってるということに加えて、これだいぶクイーンが傷んじゃったんで、その後の展開っていうのが少しね、耐えきれなくなっちゃったってところがあります。バーバリアンキングぐらいまではね、全然レイジーヒーラーが、回復力勝ってるんでいける。ロイヤルチャンピオンのこの辺ですね。ここまでいったところで、レイジが、間に合って、でもその後、クロスボウで、落ち、ないのか。あれ?どこまで行ったんだ、これ。結構伸びてますね。ああ、
気がつかなかったなんかすごいなんかディスってような言い方になっちゃったんですけども、これ結果的にはイーグルまで行くんですね。あ、なるほどね。そかそか、ここまで行ってたのか、シュニアさん。すげえな。よくここまでクイーンが歩いたもんだ。だけど、ま、ここで落っこっちゃって、で、その後にこのヒーラーが無駄になっちゃってるんですね。完全にこれ、遠くのね、ディガホグ、これ60方面のディガホグを回復しようとしてるんで、もうこの対局にやられちゃってるというところをですね、ゴム星人さんが修正して、こちらの方からね、ディガホグを流すことによってヒーラーたちが、無駄死にしないで済むというプランにこれを組み替えてくれましたんでね、まあ、そこまでお膳立ててもらったんでは私の、最後のなぞりができたということですね、はい。ただまあこのクイヒールートを見たからこそ、あ、これすごいアドバンテージ取れるなってことを、ゴム星人さんが、考えて、そこからじゃあディガホグをどういうふうに修正するかっていうプランに、繋がっていたということですね。だからまあ、なんて言うんでしょうね。結局、本来ならこれ、クイヒディガホグで前回の、そのプランを見出すのがすごい多分困難だったところが、何度も言いますけども、スーパーボールブレイカー、こいつが出てきたことによって、そのプランっていうのが作りやすくなったということですね。なんでまあ、繰り返し言いますけども、無理に、イエティとかを使った方がいいところを、クイヒディガホグで、やる必要はないです。ただ、クイヒディガホグを得意としている、クランの皆さんとか、あとは、まあ、その中でも一部の方っていうのは、スーパーボールブレイカーぜひね、有効活用して、ここ一番で使ってもらうと、まあ、いろんなね、配置っていうのを、このクイヒーパートで、形作っていって、ディガホグが回しやすくなって前回まで持っていけると。まあ、そんなようなね、転換につなげていけるっていうことだけ今回の動画の中で覚えてもらえたら、ありがたいかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、もう一回見てみると、アドバンテージがすごいんですよね、これ。ここにクイヒーを突っ込ませると、援軍がまずこれ落とせて、援軍が落とせますよね。イーグルが落とせて、ロイヤルチャンピオン落とせて、バーバリアンキング落とせて、ホール落とせる。この5個が落とせるわけですよ。で、おまけにクロスボウまでここ1本折れちゃうんでね。こうなってくると、まあ、だいぶあれですよね。こう、なんちゅうんですか。プランが、あっと。プランが、ここがね、こう潰れていくので、まあ、プランがこう描きやすくなりますよね。こんな感じ。ギガホグって感じですね。うん。すごい組みやすくなると思うんで、まあ、ここに関してはね、なんて言うんでしょうね。まあ、EAT でもいいんですけども、スーパーウォールベイカーがありさえすれば、こんなようなプランっていうのは、全然、なしではないのかなっていう気がしますね。はい。ただまあ、クールダウンの期間があるんで、そういう場合には当然使えませんからね。一戦もできるってわけじゃないんですけども、使える期間はね、こういう風な形で、今までだったら取りにくかった配置っていうのも、ぜひね、チャレンジしてみるのも、まあ、面白いかなと思いますし、ここ一番のところで苦手な戦術を使わなきゃいけないっていうことになるよりは、使い慣れた戦術で、スーパーウォールベイカーをうまくこう活用してね、そのまま、前回まで持っていけるようなプランを描く。まあ、これもね、クラクラの今の環境におけるすごいいい楽しみ方だと思いますので、やってみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでね、本日の動画、終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいなと思っておりますので、タウンホール12、13のね、対戦大好きという方、ぜひぜひお待ちしております。お気軽にお越しください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。